休憩してください。水など飲んでね。はい、もし危なくなったらカウンターでお水もらえますのでね。死なないでね。冷凍を。それで。もうガンガン聞いてると思うので。僕にはレスをください。聞いてたんだけど、みんなが入ったら頭ちゃそうなんだよ。限界突破。鉄道限界冷凍の。じゃあ自己紹介していきます。はい。はい。醤油、砂糖、やっぱりこしょう。はい。Come on, come 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 on
はーい、ブー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 、あらら、リスのリーダー兼汚れさんとブーちゃんことブーリーダー、よろしくお願いします。燃えてるかわいい、燃えてるかわいい。声だけ生きるんですよ、皆さん生きてくださいね。すごい生きてる声聞こえた。おありがとう。お水飲んだ、お水飲んだ。お水持ってなかったら隣の人の汗でも飲みな。私の汗は売らないよ。今ちょっと想像しただけでなんか込み上げるものがあって、だってさ、汗でかいたら塩分も出ちゃってるからさ、隣の人の飲んだらすごい良くない？塩分も失った時に、水分を失った時にね、塩分摂取したらダメなんだ。あ、そっか。海水とかも飲んじゃダメ。あ、海水とかもね。アクエリアスは何が取れるの？糖分じゃない？糖分？あの人間が取っていい系の。すごい勉強になるな。じゃあ隣の人の汗を舐めるのやめましょう、とりあえず自分の舐めたら一番効率いいじゃん。じゃあ私したら、うん、自分の身は守ろう。大丈夫、デジャブ、デジャブ、大丈夫、怖いんだけど。岡山は何回目ですか？初でしょ、初。二人も初ですか？私たちは初めて。本当に初めて、本当に初めて。最後にしてやってくれました。実は前回のツアーでもね、予定には実は入ってたんですけど、いろいろな諸事情でなくなっちゃって、次にっていうふうに分かって、よかったです、来れて。やっと来れた、やっと来れました、やっと来れたんですけどね、あの死者を出さないように皆さん生きて帰ってほしいので、役割までね行ってほしいので、今日はそこそこに暑いですけれども、皆さん安全に気をつけて、あ、こことか危ないのでね、重々言いますよ、気をつけて楽しんでって帰ってください。よろしくお願いします。